で、シャワーの水をこうやってかけてね。はい、FM 流振動です。放送時7日目ですね。もうだいぶね、だいぶ部屋が綺麗になったっていうのがもうビジュアル的にわかると思います。もう床もほぼほぼね、片付きまして、で、棚の中ももうほとんどない。ほとんどないですね。はい。棚の中ほとんどございません。で、今日は、まあ、こういう細々としたものをね、運んでいくんですけれども、まあ、メインはやっぱり大きいものをね、運んでいく、大きいものをね、優先して運んでいった方がいいので、まあ、ここの、アルミの棚の解体ですね、まずはね。で、あとこういう小物もまとめて、棚を解体すれば割と運びやすいサイズになるので、解体ですね。で、こっちもアルミの棚解体です。はい。できるかな？ちょっと時間と相談しながら作業します。で、あとここのね、ここもだいぶ部屋、きれいになってきたんですけれども、まあ、細々としたものはまだありますけれども、こういうね、机とかね、車の中に入れられるかどうかっていうのをね、サイズを見ながら、入れていきたいと思います。で、こういうのはね、もうまとめてゴミに出してしまう予定なので、まあ、そんなに大変ではないでしょう。で、ここにバーチャルボーイがあります。もう全然遊んでないっていうね。で、ここの押し入れの中もね、もうほぼほぼ、もう運んじゃって、まあ、若干ちょっとだけ、残ってるのはありますけど、まあもう初日とかね、2日目からするともうほとんどなくなったと言っても過言ではないと思います。こっちの部屋はまだまだね、残ってるものがそれなりにあるので、こっちの部屋は割とちょっとまだ時間かかりそうなんですけど、向こうの部屋ですね、向こうの部屋もだいぶもう綺麗になったので、もうここはもうほぼほぼ終わったと見ていいでしょうね。棚の中はね、もう、はい、もうほぼないです。はい、ちょっとありますけどね、こんなのでもすぐ終わります。1日単位でね、終わるものです。で、あとちょっと細かいんですけど、こういうね、食器類なんかもね、片付けていかないと、これもガスもね、これも自分で処分しないといけないので、こういうのもやらないといけないですね。まあ、あとこういう電子レンジもそうですね、こういう細かいのも、ただこれ業者さんにも取りに行ってもらえるように、連絡してあるので、またこれ後日ね、業者さんにお任せするような形になると思います。こういうのも懐かしいね。これね、パプアニューギニアのね、飾りなんですけれどもね、これ本物のやつだったと思います、確かね。そう、本物のやつですね。はい、ちょっと珍しいやつですね。はい、じゃあ今日もね、頑張って掃除してやっていきたいと思います。はい、7日目の、掃除は終わって、これから帰るとこなんですけどね、アルミのですね、棚を解体して、で、シャワーの水をこうやってかけてね、細かくついてたホコリを落としました。まあ、結構ね、もう今夜遅い時間になってきたんですけどもね、ザマのね、物騒な事件とかもあったんで、近所にね、変な怪しげなことやってると思われないようにね、音にも気をつけながらね、作業しているんですけども、若干やっぱりね、ゴトゴトガタガタ落としてしまうので、ご近所さんには申し訳ないんですけどもね、無事解体も終わりまして、このね、真ん中の部屋のこのアルミがあったところもだいぶもう綺麗に、さっぱりになりました。で、こっちの事務所の方もね、アルミがなくなって、アルミの棚がね、なくなって、だいぶ空間的にね、すっきりした印象になってます。で、下の絨毯も外して、手前のここの机のとこも外して、だいぶね、かなり空間が広く感じるような感じですね。今こんな感じかな、上に、カメラを持ってってね、映してます。はい、じゃあ今日はね、あと冷蔵庫ですね、冷蔵庫をもう中のもの全部出して、で、この後後日ですね、冷蔵庫の搬出をするので、中の水気を抜いて、おきたいと思うので、スイッチはもう切ってあって、で、あと水気ですね、水気が出るので中も開けて今日は帰りたいと思います。じゃあ今日はこれで帰ります。はい、またねー。
FM 流進堂、今日の話はいかがだったでしょうか。もし内容が良かったら高評価&チャンネル登録をお願いいたします。この世界は美しく、命は甘美なものだ。